本日はライジンファイターであり、ブレイキングダウン CEO でもある朝倉未来選手が、ブレイキングダウン喧嘩自慢大阪代表、シェンロン選手に対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。ブレイキングダウン出場選手や関係者の中では、たびたび不祥事を起こしており、昨年12月にはブレイキングダウン審査員も務めたパンチャンリナ選手が詐欺の容疑で逮捕、今年3月には久保田悟選手が交際相手への暴行の容疑で逮捕、今年7月には章勇仁希選手が男子大学生への傷害容疑で逮捕。ブレイキングダウン立ち上げ当初から社長を務めていた優吾氏は今年7月、ブレイキングダウンからの電撃の解任。ブレイキングダウンは常に話題を振りまき、急成長を遂げる傍ら、不穏なニュースでも世間を騒がしております。そんな中、9月5日、瓜田淳志選手の YouTube チャンネルにて、喧嘩自慢地区対抗戦大阪チームと朝倉未来選手のコラボ対談が行われ、その中でシェンロン選手は、反社の人と関わるのはいけないことなんですか？僕は毎年冬に現役の人たちとの集まりで滝修行に行ってるんですよ。これが写真なんですけど、もう全員現役で。などと語り、実際の写真を瓜田淳志や朝倉未来選手に見せつつ、現役の方々と毎年冬に滝修行に行っていることを明かしております。このシェンロン選手の発言に対して瓜田淳志選手は、俺が心がけていることは、例えば反社の人たちに街で声かけられたら、俺たちを応援してくれて好きになってくれる人もいるわけだから、挨拶をするのは全然いいと思う。でも連絡先を交換する必要はないし、そういう人たちに誘われても行く関係性はダメだと思う。でも人間対人間だから、会った時に元気にしてますよっていうのは全然いいと思う。現役の方との滝修行に関しては、ブレイキングダウンに出てる以上は欠席した方がいいと思うな。現役の人たちとの付き合いの中で、お前なんだよ、誘っても来ねえのかよっていう人たちは付き合いを切った方がいいと思うよ。本当にシェンロンを応援してる人たちは、説明をすれば、よし、わかった、シェンロンも浮かなくていいよって言ってくれると思うんだよ、などと語り、現役の方々と関わりを持つシェンロン選手に対して、ブレイキングダウンで活躍する以上、そのような方々との関わりは控えた方がいいとアドバイスを送っております。さらに、ブレイキングダウン CEO の朝倉未来選手は、ブレイキングダウンは反社の人と関わってはいけないっていう規約がありますね。なので、関わってはいけないですね、などと語り、ブレイキングダウンには反社の人と関わってはいけない規約があると警告を行っております。この一連の流れにファンの中では、いやー危なっかしいな、シェンロンって子は現役とつるんでるって朝倉の前で堂々と言って、写真も見せて、ブレイキングダウンに迷惑かける結末にならないよう瓜田さんがしっかり面倒見ないと危ない気がするな、シェンロン君まっすぐすぎるのかな、この出会いが生き方変えるチャンスだと思う、良いきっかけができたんだから頑張れ、シェンロンってすごい純粋だな、反社との付き合い NG でめっちゃびっくりしてるし、自分の人生で出会った人たちって感覚なんだろうな、チームのみんなに心配かけないようきっちり反社と距離を取ってくれることを願います。大阪チーム最高、イレブン参戦待ってます、などピュアでまっすぐなシェンロン選手を応援するコメントが多く寄せられております。注目の集まるシェンロン選手の今後の活躍に期待しましょう。本日もご視聴ありがとうございました。